MLB、ドジャース6、3ヤンキース、日本時間26日、ロサンゼルス、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は25日、日本時間26日、本拠地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第1戦で逆転サヨナラ満塁弾を放った。1点を追う延長10回に右越え1号グランドスラム。 右足首の捻挫で出場が危ぶまれていたベテランの劇的すぎる一撃となったが、二塁走者のトミー・エドマン内野手は確信めいたものを感じていたという。実際の映像、打った瞬間に確信本拠地熱狂、劇的すぎるフリーマンの逆転さよなら満塁弾、翔平が敬遠されて、ムーキー勝負になったことが何回かあると思うけど、僕たちはベンチで、ベッツに対して本当に敬意がないね。 燃えているだろうと言っているんだ、実際、一番、大谷が敬遠で歩かされた後のベッツは勝負強さを発揮する。9月3日、同4日の敵地、エンゼルス戦では15号スリーランを放ち、9月15日、同16日の敵地、ブレイブス戦では決勝タイムリー。大谷敬遠がベッツの闘争心に火をつけたのは言うまでもなかった。 そして、このワールドシリーズ初戦ではベッツが延長10回2試2、3塁で勝負を避けられた。それで今度はムーキーが歩かされた。ああ、分かったよ。もう一人の MVP が来るぞ、って思ったよ。絶対に打ってくれると確信していたよ。大谷と勝負を避ければベッツが決め、ベッツと勝負を避ければフリーマンが決める。フリーマンのサヨナラ弾について、ベッツは、 フレディが経験してきたことを僕は知っているからかなり特別なことだね。決めたのが彼だということが僕は嬉しいよと表情を緩めた。ヤンキースは MVP トリオ封じで頭を悩ませることとなりそうだ。